力を使えるぞ。ここから海辺に降りよう。普段は柵で塞いでいるんだが、儀式の時は特別さ。今日は天気が良くて助かった。少しでも荒れると波が打ちつけて危険でね。祝い水を汲む時以外は近づかないようにしているのさ。なら波が穏やかなうちに済ませよう。水は海へと流れ着き、やがて空に昇る。海の水とは、命の果てに訪れる安らぎの象徴だ。水の民が最初に船をつけたのは、ここの岩場だそうだ。由緒ある場所ということだな。ああ。よし、これでいいだろう。ネプトの波浪壁がよく見えるな。これまで、あの止まった波を見るたびに、言いようのない感情を抱いてきたよ。かつての族長、私の曽祖父は、クリスタルの加護を得たいがためにワレアスを犠牲にした。それは罪だ、過ちだ。一方でこうも思う。だったら族長としての私の決断は正しかったのかと。一族のためと皆に不自由を強いてきた私は、結局皆を犠牲にしているんじゃないかってさ。あがくしかないさ。誰かを犠牲にすることを選ばずあがき続けてきたんだろう。それがきっと仲間のためになると信じて、決断も行動もその全てを受け入れるしかないんだ。ワレアスを救うことができた自分ごとな。心強い励ましだ。くよくよしてる暇なんてないね。これまで支えてくれた皆のためにも、これからを共に歩むワレアスのためにも。ああ、それでこそシュラだ。お前ならみんなと前を向いて進んでいけるさ。ありがとう、クライブ。残るはあと一箇所だ。よし、行こう。行くぞ。
やめろ、来るな、来るなって。誰かが襲われている。無駄だって、こんなところに助けなんか。来た、今助ける。行くぞシュラ。ああ任せな。お前たち、大丈夫か？ああ、シドさん、まさかあんたが助けに来てくれるなんて。おかげで二人とも無事です。助かりました。しかしあんたたち、なんだってこんな場所に。だって、巡り水の儀では兄貴が父親役をするんでしょ？せっかくの晴れ舞台だから、こうでも炊いて兄貴を大人っぽくしようって。その材料を取るためだけに危険を冒してここまで来たってわけかい？兄貴分を慕うのもいいが、無茶が過ぎたな。まったくだ。狩人も連れずにこんな樹林の奥に来るとはね。面目ないです。反省なら後でいい。また危険な魔物に出くわす前に里へ戻れ。はい。うす、失礼します。やれやれ、困った連中だよ。さて、私たちは祝い水を汲もうか。山の水を汲もう。水場はすぐそこさ。山から湧き出た水、それは命の誕生を意味するんだ。ここから命が始まるというわけか。そういうことだ。これで最後か。ああ、祝い水は全て集まった。里に戻ってファミルたちと合流しよう。祝い水を集めてきたぞ。そいつはよかった。儀式の支度も万全だぜ。よし、巡り水の儀を始めよう。ファミル、手分けして皆を集会所に集めてくれ。任せとけ。
シュラ、立ち会い人は何をすればいい？難しいことはないさ。皆が集まるまでに説明しておこう。みんな、よく集まってくれた。知っての通り、巡り水の儀は新たに生まれた子を祝福し、水の民として迎え入れるためのもの。本来、両親と立ち会い人の手で執り行われるべきだが、80年の時を経て行うとなるとそうもいかない。故に両親の代わりを私とファミルが務め、立ち会い人はワレアスを救った恩人に任せることとした。クライブ、さあ前に。命埋まるるは山より湧き出ずる清らかな水のごとく。命育むは川を織りなしたぎりゆく水のごとく。命果てるは海に至りて空の上、帰る水のごとく。かくて水は巡り、命もまた巡る。新たに注がれし水、その名はワレアス。同じ川を流れ行き、やがて海に注ぐまで、現世でのひとときを我らと共に過ごそう。立ち会い人を引き受けてくれてありがとう。おかげでいい式になった。こちらこそ光栄だよ。これでお前も晴れて水の民の一員だ。弟分にしてやるからな。それだけはダメだ。え？確かにな。クリスタルの売人になられても困る。あ、そりゃないぜ、クライブの旦那。親代わりができるのか不安もあるが、私の知識と技のすべてをこの子に教え、授けるつもりだ。各地のマザークリスタルが失われたことで、世界は混迷の中にある。これからの時代を生き抜くのは決して簡単じゃないからな。だがきっとクリスタルに頼らず生きていくことはできる。
このミシディアと水の民なら。自然の恵みがあればこそだ。水と森を失ったら続けられない暮らしだよ。ああ。だからそのために俺たちは戦い続ける。広がり続ける黒の一帯を止め、人が人として生きられる世界を作るためにな。夢のようだね。だがあんたならきっとそれをやり遂げちまうんだろうさ。楽しみにしているよ、その日が来るの。ありがとう。そろそろ行くよ。ああ、気をつけてな。旦那、たまには遊びに来てくれよ。もちろんだ。とても温かく素晴らしい儀式だったよ。里のみんなから祝福を受けて、ワレヤスもなんだか嬉しそうに見えたわ。あの子のためにも必ず作ってみせよう。人が人として生きる世界を。ありがとう、アンブロシア。
りだ。せい。
何をお探しで？はい、どうぞ。ありがとね。買い物かい？どうも。何をお探しかな？毎度あり。しっかり支度しな。さあ、見ていきな。持ってきな。また来なよ。よう、クライブ。何が必要なんだ？これでもっと良くなった。またな。